こえたじゃないけど、やっぱりなんか気配は階段からすんのよね。あトテントテントテンみたいな。俺は寝てたから、何やったんやろうみたいな。今夜は怖い心霊スポットで視聴者からいただいた怪談をおかすいが紹介する企画、その名もお取り寄せスイーパーズ。今回も始まりましたけども、本当にちょっといつも以上に怖いんじゃないですか皆さん。うん、そうね。それもそのはず、今回の舞台は映画リングで登場する貞子の井戸のモデルとなった茨城県佐代さんのトンネル。今日もたくさんたくさんいただいた階段だからね、えりすぐりの怖い話選んでますので、お話ししていこうと思います。お願いします。それでは参りましょう。ペロリンティア。J さんからのお取り寄せ怪談です。はい、こう J さんのお話なんですけれども、まあみんな、まあ、実家ってあるじゃない、はい、まあ僕も実家もちろんあるんだけど、まあ、その実家で、あのまあまあ住み慣れててさ、まあ、居心地がいい場所じゃん、そこで巻き起こった、まあ、恐怖体験。まあ、J さんが、実家が京都の方にあるらしいんだけど、まあ、東京に上京してきたんだって、まあ、久しぶりに帰ろうっていうので、まあ、京都に帰ったらしいの、で、京都に帰って、それお盆の時ね、に帰って、まあ、ゆっくりしようか、つって、5日間くらい京都に入れるっていうんですよ、ね、家族と過ごす時間を、まあ、ゆっくり過ごそうっていうんで、まあ、くすれてたんだらしいんだけど、まあ、そしたら、まあ、1年前に、その自分の妹さんが結婚して子供が生まれる。っていうのもあって、まあ、その1年前に生まれたんだけど、なかなか会えなかったっていうのもあって、まあ、その子にも会えるしっていうので嬉しかったらしいんだけど、まあ、それで帰って、まあ、その子供見てすごい可愛いと、で可愛い可愛いしてたんだけど、まあ、自分の部屋がね、まあ、当時住んでた時の部屋があって、まあ、そこでまだ誰も使ってない、まあ、そこで、まあ、久しぶりに帰ってきたからっていうんで、まあ、自分がそこで寝てたんだって。でそしたら、まあ、夜寝ててね、1日目、まあ、2階の部屋らしいんだけど、階段を夜中の2時くらいに降りる音がするらしいのよ、でそれもなんかドテンドテンドテンみたいな、要は不規則な、ちょっと不規則な感じで、なんかが転げるみたいな音、で1歳でもうなんかハイハイとかもするようになってるから、もしかしたらっていうんで、そんなわけないよなと思いつつ見たら、やっぱり誰もいないと、階段に。で気のせいかと思って、まあ、寝てたんだって、でまあそれにも何もなく、で2日目にまた寝てたら、で夜中の2時くらいにね、またドテン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 みたいな音がするらしいの、階段から下に降りるような音、また見てみても誰もいないんだって、でこれ何なんだろうなってずっと思って、で3日目4日3日目とずっとその音がするらしいのよ。まあその時は何もなく、自分も東京に帰る日が来て東京に帰ったと、そのまた1年後に帰ったらしいんだよね、まあ実家でゆっくりしようっつってゆっくりしたんだけど、まあ2歳だから なんとなくなんかあやあやあやみたいなこと言うようになってるらしいんだけど、でその階段のところでその子供がテク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 行って、そのドテン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 って音するところで、なんか何かと遊んでるみたいな感じなんだって、だから子供だとなんか見えるとか言うじゃん、その階段には何かいるんじゃないかっていうお話なんですけど、みんなで実家でそういう体験したことある？なんかね、母ちゃんがそん同じようなこと言ってたな一回。え、なんか何やったっけな、俺の部屋の隣で母ちゃん寝てたんやけど、俺の部屋のドアが開く音がして、階段降りる音がして登ってこないから、あれと思って一応俺の部屋パッて開けた、俺は寝てたから、何やったんやろうみたいななったみたいなのを一回聞いた、ぐらいかな。
実家でそういう音やラップ音とかはするんだ、してるんだ。ビー玉とかある？俺も部屋の部屋で寝てて、うん、でもうすぐ外に階段あるんだけど、うん、聞こえたじゃないけどやっぱりなんか気配は階段からすんのよね。あー、へー、うん、で実際何があったとかじゃないんだけど気配はマジでする。え、けどさ、うん、俺この話を選んだ理由のに選んだ訳があって、うん、俺最近ね、超似た体験してんのよ。この年で？そう、で、それこそさ、うん、同じような話だったじゃん、うん、けども、うん、俺もね、あの家族4世帯で住んでんだけどさ、うん、そのもう一番上の子とかはもう7歳で、うん、真ん中の子とかが5歳だったり、うん、で、下の子が、まあ、最近歩くようになった3歳なんだけど、うん、あ、2歳か2歳なんだけど、編集しなきゃいけないじゃん、はい、夜遅くまで編集しなきゃいけないっつって編集してたら、うん、まあ夜中の2時とかではないんだけど、まあ夜中にトン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 とするから、あ、もしかしたらその一番下の子が降りちゃったのかもしれないと思ってパッて見たら誰もいないの、うん、で完全に降りたよなって、下まで降りてるとわざわざ、うん、したら何にもいないの、うん、っていうのがあって、全く同じ体験したと思ってこの話選んだんだけど。なるほどね、たーちゃんもじゃあ同じ体験。いや、そうなのよ。なんかあるあるなのかな、わかんない、なんかそれ階段ってね、なんかね、怖いよね。実家の階段に集まるみたいな、うん、なんだろうな、かな。マジで母ちゃん言ってたんですけど、一回、へぇー、てかまあその一回やけど、俺が多分聞いたのは覚えてんの、なんか怖いっぽい話。俺の母ちゃんもすぐ上から落としてやねみたいなこと言ってくる。そうそう、だからそういうこと言うじゃん、うちの母さん。あ、言いそうだね、確かに、うん、うちの母ちゃんもそればっか探してるわ、家事しないで変われよ、お前母ちゃんとして。落としたよね、母ちゃんみたいな母ちゃん母ちゃん、母ちゃん、そうね、確かに母ちゃんって呼んでるかもしれないです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお話ししましたけども、今回来てるのはですね、茨城県にあります佐代山というね場所で、うん、に来てるんですけども、佐代山の中でこれがあの笠間トンネルというところで、はい、話したんですけれども、このトンネルもすごかったね。すごかったよ、出たり、マジで。確かにね、本編のあの声は絶対入ってると思います。絶対、まあ、ここに来た両方にもありましてね、そのそれの何をしに来たのかっていうのも本編ご覧ください。お願いします。以上、おかすいでした。ベロリンキャー。